はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスター第3回やっていきたいと思います。前回ですね、ダークエルフの王アストスだっけを倒して、クラウン手に入れて、水晶の目手に入れて、マトーヤに水晶の目を返して、目覚めの薬を手に入れたところになります。で、エルフの王子ですね、寝てるので起こしましょうとか、これ使わなきゃダメ、アイテム使う。ちょっと待って、どうすんのこれ、泣くね。こいつか、これはドクターそのまんまだな。目覚めの薬ならば呪いも解き放たれるだろう、早速使わせてもらうぞ。どういう薬なの、飲ませんのこれ。王子、ずっと悪い夢を見ていた。これはまだ夢の続きなのか。あ、でも一応悪い夢なんだ。結構快適そうに寝てたけどね。君たちは伝説の戦士、どうやら夢ではないようだな。古くから語り継がれてきた伝説に従い、この神秘の鍵を授ける時が来たようだ。神秘の鍵ゲット。これ結構開けられるとこあるよね。妖精界にも平和がやってきます。妖精界とかあんの、違うの、地上界とは。またまあいいや、とりあえず鍵開けに行きましょう。どこにあったっけ、まずコーネリアにあったよね。あとさっきの洞窟、まず一番近いところ、ここミスリルハンマー、すげえいいのある。でもハンマーとか、あ、戦士が装備できるか。青銅のコテ、なるほど。そっか、ハンマーってもともと白魔術師とかの武器だから、別にミスリル製になったところで剣にはかなわないってことか。ブロードソードだったら絶対ミスリルハンマーの方が強そうだけどね。まあこれはでも売ろう。でダークエルフのいたところ、ここも扉ゲー引いて、こいつマジ騙されるな。レイスって強そう。ファイラかけよう。炎には弱そうだよね、アンデッドっぽいから。ディアとかがあれば、ゲッ、まひってるし、意外にまひって痛いよな。てかすげえダメージが通るんだけど、ちょっともう一回ファイラ唱えよう。まひっちゃってるから、これで一掃できるはずだ。くっそ、マジこいつらひでえな。ナンバー2、体力アップ。フォールチョンって何これ、名前がして全然わかんない。ゲッ、剣じゃん。ブロードソードは変わんねえんだけど、赤魔術師が装備できるってやつ、いや何も変わんねえんだけど。15、10、シーフ用か、多分シーフが装備するとちょっと攻撃力強いよっていう。これ何なんマジで、ここ、ふざけんなマミ。これはでも先制攻撃だから、ファイラーは唱えておこう、唱えないでおこう。力でご利用す、いくつ食らう、30か。寝てるし、なんでだよ、殴られて寝る意味がわからんマジで。じゃあもう一個もさ、これモンスター、力の杖、まあ、これはでもあれだよね、攻撃力の高い杖。赤魔術師とかどうなの、装備できねえし、そもそも赤魔術師が装備できなければもう無理、装備できるし、戦士なんか何でも装備できんな、まあ、弱いけど。ちょっと回復させよう、ケアル電波中3回ずつ唱える、もうあと1回しか使えない。じゃあこれ、知ってた、それは知ってた、しかも先制攻撃だ、よしよしよし、あとはタコ殴りにするだけだ。くそーマジで、ここその割にはなんか微妙な感じで、このパーティーに対しては微妙、シーフ入れてるとお、ちょっと強い武器があんじゃんみたいな感じだけど、まあ、あと何が入ってるかだよね。ここ、素早さと体力、鋼のコテ、コテか。て
ってか全然装備してねえな。回避率が下がるのか。まあ確かに防御力は強い。ただどうなんだろう、装備できねえし赤魔術師。まあしょうがないか。じゃあここはこんなもんで終了。ではコーネリア城宝物庫、コーテージ、サーベル、あれサーベルって何、ミスリルナイフ、なんかどうなんだ。サーベル下がる、ミスリルナイフ命中率が上がるけど攻撃力結構下がんね。赤魔術師も言っちゃえばブロードソードだかんね、変わんないよね。文句は特にないから、なんかどうなんだ。鉄の鎧、テント、ニトロ火薬、これイベントアイテムか。ドワーフに渡すんだっけ。で鉄の鎧とか持ってるしね。なんかこれといってすげえっていうのが手に入らん、微妙にいいものみたいな感じで。実はカオス神殿にもあるんでちょっと探索していこう。てかここギガソームとか出んだ。最初の方だったら結構苦労してたかもね。革の帽子とか、これさ宝物庫じゃなくね。ここはポーション、てか敵が出てくる。ここの敵結構強いな。ここでレベル上げするの良かったかもね最初の方。テント、結構いいアイテム普通に眠ってんじゃん。じゃあ次これ、あウェアバスター、これは絶対宝物庫だ。金の針、ウェアマスター、戦士上がる、よしよしよし、 OK で、ここの宝箱、ルーンブレード、あれまたなんか良さそうなのが出てきたな。変わらんな、赤魔術師が装備できるかな。あー装備できる、いいね。ここは収穫があったな、かなり。じゃあここから上陸してドワーフの洞窟の方に行きましょう。ナンバー4赤魔術師を前線に上げました。絶対こっちの方が防御力高いでしょっていう。だから上から順番に被弾率が高いと思うんだよね。であと沼の洞窟の神秘の鍵は大したものがなさそうなんでスルーします。もう行くのめんどくさい。防御力だけ見れば絶対赤魔術師の方が強いんで。ヒットポイントはねナンバー2それなりに高いけど、てかナンバー2とナンバー320くらい差が開いてんな。やはりそこら辺もランダム要素か。ドワーフの洞窟ラリホー、まあよく聞くよね。575、買ってパクってっけどいいのこれ。水晶の目があれば目が見えない人でも物を見ることができる。アストスが的屋から盗み取った。なんか情報だけだったらさ、先にここに来て情報を聞くべきだったのかな。誰がなんか有用なものを情報をくれるんだ。腕輪は鎧にも負けない強い防御力。腕輪と鎧って一緒なの。この音って何。伝説の金属アダマンタイト、幻の剣が作れるかもしれん。あれこいつにさエクスカリバー作ってもらうんだっけ。てかどこをどう行けばいいんだこれ。うおーマジ宝物庫だ。テント、大兜、重そう。ウィルムキラー、名前見てもわかんねえな。ミスリルメールだ、いいもん手に入れたな。また戦士の防御力が硬くなる。ニトロ火薬、この爆破力を持ってすればすぐにでも運が開通できる。感謝するぞ若者たち。勝手に奪われたんだけど、これでよし。ネリック、いまいましい岩ともおさばら、爆破するんじゃ命が惜しければ避難せんかい。そんなにすごい爆発力を誇るんだ。でここが開通して外の世界に出られるようになります。
げえめっちゃ大地震なんだけど、津波とか大丈夫これ。むしろこっからさ水漏れとかしないの？運河の向こうはどんな世界があるのか楽しみ。自分が行きたかったんだ。とりあえずちょっと手に入れたものを見よう。げっ、ウィルムキラー早速さ強いんだけど。で、鉄の鎧だったら、え、鉄の鎧の方が強いの？回避率がだいぶ、だいぶって言っても 6% だからね。どうなんだろうこれ。重さ8、重さ23とかむちゃくちゃ重いんだけどこれ。あ、そっか、重いから回避率が下がってんのか。え、どうなの？ちょっとミスリルメールせっかく手に入れたからこっちにしてみよう。ウェアバスターも装備できるけど、まあなんとなくルーンブレードの方がかっこいいよね。革の鎧しか装備できないか。鎖かとびら重いね、やっぱり。オーカルトとか多分超重いんじゃねえの。5か。防御を取るか回避率を取るか。防御下がったからちょっとオーカルト装備しよう。文句はもう裸が一番強いから。むしろ装備すると下がるからね、ここら辺。ではここがさっき開けたところですね。ここから外の世界へ行きましょう。で、早速街があるな。あそこへ行こう。パイレーツごとき。てかこの外にもパイレーツいるんだ。いいね、赤魔術師何気にいい。そうだ、こっちからじゃないと上陸できねえんだ。メルモンドの街。戦士よ、クリスタルに祝福を。ヴァンパイアに襲われて教会も壊れ、街は壊滅状態。大地の荒廃は止められないのか。武器屋、尺女、サーベル、ロングソード。え、ロングソードの方が強い。命中率プラス10。命中率がどうなの。15か。18と15で合計で、まあ、その単純だけど33あるってことでしょ。でロングソードは30ってことでしょ。まあ、せっかくあるんだしこっち使うか。命中率重視でいこう。金はまだ取っておく。で防具屋さんも見に行こう。ナイトの夜3万6000とかいきなり超たっけんだけど、どうなってんの。なんだっけ、腕輪はなんか鎧だよみたいなこと言ってたよね。重さが全然ないの。超重いんだけどこれ。どうなんだ。銀の腕輪は文句上がるな。4000円か、それなりにするな。ナイトの鎧だけなんでこんないきなり高えの。俺めちゃくちゃ金持ってると思ってたらそうでもなかったわ。大地が腐っているヴァンパイアの仕業、退治してきてくんないかと。まあ、それが次の目的だね。悪魔の尻尾と呼ばれるハントニオ・アースの洞窟、そこへ行けばいいのか。洞窟に住んでいる巨人は石を食べる。特に宝石は大好物。相当食い意地張ってる。なんかそれでどけるんだっけ。ウネといえば知らぬ者などいない大天才。こいつがウネなの。知らん。 FF3 のウネなら知ってるけどお前は知らん。お父さんがやってる店どこだよ。雲の巣張ってね。ここパイが買っとこう。意外に役立つことが分かった。クラウダーボール。あ、テレポ。え、テレポが、しかもテレポ覚えらんねえし。一つ前の回か。てかテレポ覚えらんないのちょっと痛いな。白魔法。ケアルダワイケ。あ、レイズ。レイズ覚えらんねえのかよ。レイズくらいはちょっと覚えられてほしかったな。ダディア、ヒーラー。まあ、ここら辺はやっぱり本職にはかなわない。で俺は道具屋に行きたいんだけど。
常に栄えた文明。南の端の洞窟にサーダ、とても物知り。どこへ行けばいいんだ。フェニックスの方が欲しいんだよ。レイズがないとなるとさ、道具に頼らざるを得ないから。泣くね。次の町を目指すか、とりあえず寝よう。待って、100ギルか。てか腐ってるから全体的に町もボロいのか。ではちょっとこの大陸を探索していきましょう。敵はなんかすげえ普通だな。逃げてった、あのでかい図体で。とりあえずなんか南へ行けみたいなことを言ってたね。いやすげえ普通なんだけど、敵が30食らったぞ。なぜ。防御で身を固めた方がいいのか、そこら辺がわからんな。でここの洞窟は果たして先へ進む洞窟なのかどうか。アースの洞窟、いやこれさ絶対先だよね。ハイガー使ってみようか一回。ケアルタと同じレベルか。ドクター、いけハイガー。てかもうハイガーなんだ。まあまあ全然回数使えないからね。ちょっとこれさ、整頓できるわ。よしこれでいい。ここに洞窟があることが分かった。あ、ちょっと待って、またファイガー使っちゃった。もういいや、燃えよ。もうそしてファイガーは使えない。あれ、ヴァンパイアはでも西にいるって。そうだよね、ここにも洞窟があるから。ここ巨人か。あ、なるほど、先に下の洞窟をクリアしてあの巨人をどけなきゃいけないのか。戦うことはないと思うんだよね。だよね。じゃあちょっと聞きたいか、2人結構食らうな。レベルアップナンバー4、力すくやさん。てかステータスが上がんなかった。でここの大陸はあと何がある。まずやることは下の洞窟行って、なんか宝石多分手に入れて、あの巨人をどかすと。そういうことだな。じゃあ一回寝て洞窟へ行こう。タラッチラ倒して、てかアイテム調達してこよう。フェニックスのがないのはさすがにきついから。ではアースの洞窟やっていきましょう。もういきなり分かる道になってるよね。え、なんだこいつら。げえ、なんか意味なさそう。しかも強そうなんだけど。47、戦士で47やばいだろ。マジか。100くらいか、ヒットポイントは30、40。いや強い、それなりっていうかめちゃくちゃ持ってんだけど。あれいなくなったな。ハイポーション使おう。こいつらシカトした方がいい。倒さなきゃいけないとかっていうのはないと思うけど、ガーゴイルも数が出てくるんだな。ただもう一撃でほぐれる。ナイトの鎧を買う価値があるか。あのヒルギガースはかなり攻撃力が高かったからな。タランチュラ、毒だけだよ厄介なのは。攻撃は全然食らわないからね。
いや毒になった。毒消しはあと10個くらいあった気がする。9個だった。いやなんか結構複雑だぞここのダンジョン。あっちに下に降りる階段がある。マップを見る限り一周回るだけだな。こっちは意味ないか。みんな素早さが遅いな。ゴテゴテになってる。ナンバー2が若干弱い。乱数の関係かな。意味なさそう。上から行こう。マーミン、マーミン先手しか取れたことがない。上から行こう。ミノタウロス1 39。火力が高い。ボンク。ポーションを1つで、戦士も1つ。扉、宝箱、アナコンダ。こいつも毒ってきそう。先に殺す。ゆえにゲー。このパターン何。アースエレメント、また強そうなのが出てきたな。77 93 58 95。倒した。強さが分からぬまま。知性が上がったな。いらねえな。素早さ、体力、1975キル。タランチュラ、よし、レベルアップ。素早さ、体力。シンフは多分素早さがどんどん上がってくんだろうな。アナコンダ、先制攻撃取れればね、多少乱数のダメージが低くても問題はない。そろそろナンバーワンが上がりそう。ようやくしたか。ミノタウロス一体で来るとは。ザコが、で2回。これはキーキー。このさ、コウモリ何なの。別に戦闘にはならないし。またウルフ系だ。一気に敵が弱くなったな。安心できる。ただ緑のやつは毒ってくるからたまに。そして相変わらず回復するな。自己再生機能を持ってんのか。ナンバーワンレベルアップ。よし、力と素早さ。トーロル37クラス。ちょっと赤魔術師も防御力が微妙になってきたな。50とか集中攻撃だと結構やばいね。ハイポーション使おう。ハイポーションあるのいいな。だいぶ楽。そんな高くないし。ちょっとどうしてもね、魔法が微妙だから、そういうパーティーになってるからしょうがないんだけど。いや広いな。ただ複雑だ、めちゃくちゃ。ガーゴイル早いんだよね。先手を取れない、全員が。やかま術師、普通に攻撃力高いわ。アタッカーとしては全然いいな。魔術師系にしては全然悪くない。まあ、本当に器用貧乏っていうよりは全然何でもこなせるエキスパートキャラ。魔法戦士って感じだよね、どっちかっていうと。ちょっと邪魔だこいつら。もう下へ降りちゃおう。探索している余裕がない。レイス
どっかで見たことあるぞ。オッケー、ワンターン。ん、向こうに扉がある。ちょっと扉は見ておこう。宝箱。だってさ、オーガがオーガチーフを引き連れてるの超謎なんだけど。これはあれか、下っ端くんだけ先頭にやらせるっていう、ひでえ上司だ。寝袋いらね。結構先制攻撃の確率が高いな。マジ楽、先制攻撃になると。で、左下の扉をまず目指したいよね。なんとなく。ゲッ、ゼリー系とかさ、きっつい。全然大丈夫か。ちょっと赤魔術師は一武器高めに保っておこう。3400ギルとか。オーガ、オーカーゼリーか、オーガゼリーかと思ったら全然違った。ここ結構扉が、いけ、やつがいる。文句もやっぱそこそこ食らうな。こいつ話す必要ある？なくね？しかとしよう。で、ここも扉か。げっ、ピスコディーモンが出てきてる。強い。やべ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 、死ぬこれ。よし、集中攻撃、5、4。乱数に救われたな。ハイポーション1回分でいいや。あと、ケアル1回唱えるか。何回使える？ 7 回か、それでも。だからモンスターもう驚かない。しかもアースエレメントとか先制攻撃取れれば絶対殺せるし、俺を舐めるな。ナンバー4は赤魔術師か。もはやどこがどこだかわからん。めちゃくちゃ上がったな、ナンバー3で。金か、結局世の中金。コカトリスちょっと厄介そう。早い、ヒットポイントは高くない。お、ここはボスっぽいな。ヒットポイントだけ回復させとくか。まケアルでとりあえずいけるとこまで行こう。あと何回、ちょ、あと何回使えるのかが分かんねえ。結局使えなくなったし、ちょ中断セーブしとこう。これ別に戻るわけじゃないんで。ヴァンパイア、この世界の全てのものは死に体力運命、封印は解かれることなく大地は腐っていく。運命を変えることはできる。人間ごときがこの不老不死のヴァンパイアを倒せるというのか。不死ではないよね、別に。不老かもしんないけど。で、まあストライはかけておく。76とかなかなか嫌ではないか。14、ヘイストもかけよう。完全にいくで、ハイポーション139とか。これはナンバーワンさえ生き残ってもらえれば388とか超強え。火力が高すぎる。もう大して持ってないな。上がる上がる、ナンバー2で、スタールビーか。これを巨人にあげればいいんだな。で、ハイポーションで回復はさせておこう。ほんで先が続いてる。マミこれさ、攻撃しとかないとさ、オートバトルかまたヘイストとか使い出すからね。
そろそろナンバーワンのレベルが上がりそう。これ何これ何これ。石板が床に置かれている。邪悪なオーラが立ち上っている。は意味が分からん。ファミコン版にはなかったよね。だからまあ別要素か、追加ダンジョンとかそんな感じかな。ナンバーワンレベルアップ、よし。力素早さ体力が上がってくれれば言うことない。てか人々も400いってるし。じゃあちょっと帰りますか。宝箱回収、モンスターここもか。アースエレメント、もう見慣れたわ。ザコ、こいつ結構持ってるよね、弱いくせに。金の針、では巨人の洞窟。ここは特に何もなさそうだな。スタールビー、それをくれたらここを通してやろうじゃないか。ってか普通に喋れんのか。まあ、確かに最初ちょっとここは通さねえみたいなことで言ってたけどさ、なんかほんと片言かと思った。モグもうめえ、スタールビーが最高にうまい。こいつはどこへ帰るんだ。画面の外へ消えていった。敵出るんか。いやそうだ、出たよね。しかもパイラスか、散ったよ。さっきちょっとタランチュラが出すぎてパイラ使ったところだったけど、ナンバー4。やっぱり突出して上がっていく感じはしないけど、平均的に上がっていく。ちょっと戦うにしよう。ここなんか、おお宝箱じゃん。グレートアクス620円、450円、ミスリルカブト、重そう。重さ3、あミスリル優秀だな。だったら絶対こっちの方がいいよね。で命中率 36%、 攻撃力が3上がるのか。どうなの。いやでも命中あった方がいいな。外して結局ダメージが通らないっていうのは本末転倒だから。そのタランチュラがいっぱい出てきた時にハイラで一掃したっていう。こいつはすぐ毒にしてくるからな。また毒消しをこう重心に帰らないといけない。ナンバー2、体力、あと5個しかない。これ使ってで、これ向こうに行ってどうすんの。とりあえずこいつは倒そう。てかリッチどこにいたんだっけ。ここのねボスはねリッチのはずなんですよ。ただどこにいるのかよくわかんない。この洞窟ゴブリンとか今さら出てくんの。生息地が謎なんだけど。賢者の洞窟、ここはさすがに敵出ないでしょう。なんかあるこれ、意味深だけど。 FF1 って壺とか調べても何もないよね多分。普通にじいさんだな。ヴァンパイアを倒したのはそなたたちか。しかし奴とてしもべに過ぎぬ。土のクリスタルを封じている魔物はさらに地中深くに潜んでいる。この杖を持っていく限りヴァンパイアの部屋の裏で使うのは。そういうこと。全然裏ダンジョンでも何でもなかったわ。土の杖ってことはまたあそこまで戻んなきゃいけねえのか。なるほどね。だけか。という感じで、じゃあ次回はもうあのヴァンパイアの石板のあったところからやっていきたいと思います。その前にちょっとまたアイテムとか補充して、次回進めていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。